録音開始します。オグマンドここの週末はシャイでショータイム。この番組は沖縄県で活動しているアーティストとアイドルの2人が面白おかしくお話をしていくバラエティ番組でございます、はい、パーソナリティを務めさせていただきますのは沖縄県で音楽活動します奥間一と、はい、アイドル活動しておりますここです。はい、よろしくお願いいたします。ということで、はい、この番組ジャパーナファンのスポンサーでお送りしております、はい、ということでですね、あの先週に引き続きゲスト来ていただいております、はい、自己紹介よろしくお願いします。はい、沖縄県内でブライダル MC として活動をしております、 MC マツコです。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたします。という前にですね、はい、あのすみません、ちょっと映像の方で見てる方は気づいたと思うんですけど、なんか今曲流れた時になんか審査員風な動きしてませんでした？やってた、マツコさんやってた、ね、なんかめっちゃなんか片耳でめっちゃ聞いてるみたいな、あのツンクさんとかよくやってるでしょ。よくやってるね。それを今マツコさんがやられてた、ちょっと指摘 しない方がいいかなと思ったけど我慢できなかった、ね、ありがとう、やってくれて、やってくれてありがとう。本当はね、あのちょっと片耳ここら辺外してこうやろうかなと思ったんだけど、ちょっとそれは調子乗りすぎかなと思ってやりました。適度だね、適度だね、適度な調子乗り、調子乗り感でやりました。はい、ということで、今週もね、しょっぱな必ずボケるって決めてきたんですか？そうなんです。ゆうちだから大丈夫かなという。なるほど。ということでよろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、一応2週目なんですけども、はいはい、実は僕とマツコさんは、あの先週の放送でも説明させていただいたんですけど、はい、あのビートロックっていう、まあ、コーラスで一緒に活動しているので、はい、まあ言ったら、まあ、慣れ親しんだ中ではあるんですけど、はい、そうだね、そう、ココさんとマツコさんは、はい、今日がちゃんと喋るのは初めてですよね。初めましてでございますね、はいはい、そうですね、はい、そうなので、はい、今週に関しては、はい、僕はもうマツコさんのことも、まあ、結構知ってる面も多いので、はいはいはい、ココさんにちょっとマツコさんは何ぞやという、はい、何ぞやというね、ちょっとプライベートなお話とかを聞いていきたいなと、はい、あ、なるほど、思っております。私今日 NG なしですから、 NG なしで、はい、ノーグッドで、ノーグッドで、はい、ノーグッド TV でいきましょう。 OK でございます。テレビじゃないですね、ごめんなさい。ラジオで、話せる範囲で、はいはい、ぜひぜひ、あのピーが入らない範囲で喋りますよ。もちろんですよ。一応この時間帯は10時半から11時夜なんで、うん、まあ、ある程度のラインは超えていただいても、はい、ちょっとは大丈夫なのね。大丈夫なんで、もうぜひぜひ、あのピンクな感じで、ピンクな感じで言ってる、僕がピンクの服着てるっていうのがなんかあれなんですけど、ね、ごめんなさい、ラジオ聞いてる方ちょっとわからないと思うんですけど、そう、ということでよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まあ、マツコさん、まあこう、まあ、先ほどじゃないですね、先週お話したんですけども、うん、このブライダル MC、はいはい、プライベートって、まあ、休みの日とか趣味とかってあります？ね、まあ、最近は、はい、もうほらアカペラグループやることになったから、はい、うん、それのことばっかり考えてはいいんだけど、すごいですね、いいな、楽しいな、はい、っていうのばっかりなんだけど、はい、趣味で言うと、まあ、カラオケも好きだし、カラオケ、うん、まあ、これはもうコーラスと一緒ですね、歌も好きだし、はい、あと意外私、あの動けるおデブちゃんなので、はい、あのテニス、あ、テニス、そうそう、したりとかね、もともとテニス、もともとテニス部なのよ。あ、そうなんですね。3年間頑張って、はいはい、一切痩せなかったっていうね。運動量はどうだったんですか？え、運動量はあったよ。あった、朝から晩までテニスやったりしてたよ、はいはい、もしかしたらあれですか、1リットルのジュースとか飲んでるタイプだったんですか、もしかして。いや、1リットルのジュースは飲んでないけど、終わった後にご飯、はい、あのおにぎりとチキンを食べてるようなタイプだったので無理だよね。なるほどなるほど。はい、炊きたま揚げパンとか食べてたら無理だよね。揚げパンとか食ってたんですか？売ってたんだよ、テニスコートの目の前に、はい、そんなんあるんだな。学校の目の前に売ってたんだよ。帰ったら帰ったで夕飯も食べるんですか？ Yes I do。 Of course。 もちろん。 Of course。 もちろん出ましたけどコースでございます。そりゃ無理だよね。そしたらもう大会の後なんてもうすごいんじゃないですか。もうテニス大会終わって、そうよ、はい、もう食べる量とか一応ね、大会だから、はい、まあいろいろと動けるようにと言いますか、ね、はい、ちょっと気にはするわけですよ。あ、その大会までね、までね、はい、でもね、あの大会会場にね、また誘惑がありまして、はい、あの言っていいのかな、あの大野山のテニスコートとかでよく大会あったんだけど、あっちほら公園だからさ、なるほど、はいはい、あの売店みたいなところがあるのよ、はいろいろ売ってるわけですよ、うん、そこの肉巻きおにぎりがうまいんだわ。もう名前からしてカロリーお化けじゃないですか、ね、カロリーお化けなんですよ。肉の、肉にご飯にガーリックですからね。それも美味しいに決まってるじゃない。精も出るし、ね、それを食べながらね、はい、負けたなーっつってこうおにぎり食うっていうね、そんなんだから負けるんだよ。悔しかったら練習しろよって話なんですけどね。負けた
ったな今日もあいつ強かったなって、だからおにぎり食ってね。ある意味で試合終わった後の肉巻きおにぎりも込みで大会、込みで大会でしたね。込みで楽しみでしたからね。いやでも確かに分かりはするんですよね、うん、部活終わった後なんか食べるっていうのは確かに幸せなことですよね。幸せだし、そういう時間が楽しかったりもするじゃない、またみんなと。間違いないです、和気あいあいとね喋っていくっていう、うん、で今後どうしようかっていう熱い話をね、うん、そう語りながら、次はベスト8だなとか言いながらめっちゃジャンクなやつ食べてるみたいな、ね、もうあの私の場合言われたのがお前さ、この体型でこれだけ動けるんだからさ、まあ、痩せたら絶対もっと動けるしもっと強くなるんだからさ、チームのために頼むよとか言われて、はい、そうだよなって言いながらおにぎり食ってもうバカかお前はってバカじゃねえかお前はってもう話がね、うん、もうちょっと矛盾を、矛盾しかしてないっていうね。ああそうかそうか。でテニスは、今でも続けてる。今でもやってる。あそうなんですね。週1、まあでも今ほら、うん、このご時世でさ、コートが閉まっちゃってるから、うん、できないんだけど、はい、週1ではやってる、はい、あそうなんですね。あだから要はもう基本できる日はもう週末とか行ったらもうテニスコート行って、うん、テニスコート行ってテニスして、うん、じゃテニス友達みたいなのもいるってことですか。いる、高校の同級生、はい、強い子がいるんだけど、もうこの一家がね、はい、テニス一家なのよ。あもう家族が、家族で、はい、すげえ強いのよ。あそうなんですね。うちの友達もシード選手だし、はいはい、弟は県のダブルスのチャンピオンだし、はい、妹2人もシード選手だしさ、はいはいはい、すげえ強いのよ。そうですよね。大体ね、シード入るってことは1回一戦はいらないよっていう、いらないいらないいらないもんですもんね、うん、バカみたいに強い人の中に俺混ぜてもらって、はい、毎回あの速い球が飛んできて避けるっていう。いや避ける、避けるんですか。はーって死にたくないよーって避けるっていうそんな速いんですね。速い速い、それはレベル違うよもう、はいはいはい。だって県の1回戦2回戦で負けるようなやつとさ、はい、優勝するようなやつだぜ違うに決まってるじゃねえかよ。それが未だにずっと続いてる。あでもね、ありがたいことにこう混ぜてもらって、はいはい、今日やるよとかっていう、今週、今月はもう何日の、何時から何時にやりますっていう連絡も、はい、あのありがたいことにもらってて、あそうかそうか、そこで混ぜてもらって、はい、週1やって、はい、でなぜか、うちの友達のお父さんと一緒にダブルスを組んで試合に出るっていうね、はい、そうなんですか。はい、で試合終わってその後どうするんですか。焼肉食べに行きますグレードアップしちゃったね。当たり前じゃないですか肉巻きおにぎりからもう焼肉にもあの時にはね、はい、出せなかった、はい、焼肉が今出せますからね、働いてるからね。そうか、大きくなったんですね。大きくなっちゃったんですね、2つの意味で、はい、いやもうどんどん大きくなって大きくなっていく、大きくなっていく報告とその話しかしてない気がするからなちょっとそれどうなんだろうなと思ってますけど今。いやでもそうですよ。でも確かにね、こうそれこそまたなんか定期的に会うことでお互いの何て言うんですかね、生存確認じゃないですけど、うん、健康だねって動けてるしっていうのも分かるからいいですよね。うん、そうだね。ただね、うん、うちの友達がね最近あの僕の体型に寄ってきちゃってるからね。ああそうなんだ。お前やばいぞと。はい、でも逆に球重くなってるとかそんなの。ああない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 、もう動けないだけだからね。あそうなんだ。ない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 、もうこれ言ったら怒られると思うけどね。はい、違うのよ。もともとね、はい、私はもう小学校がでかいから。うん、はい。あのそれに耐えうるように骨も成長してるわけですよ、はい、なるほどなるほど。もう付き合いが長いと、付き合いが長いわけですよ、はい、私はこの体型と、はい、だからこの体型でも膝痛くなったりすることはないわけですよ、はい、ね、大丈夫なわけですよ、はい、ただ細かった人が太くなると、はい、耐えられないから膝とか痛くなるわけですよ。わかるわかる話ですでしょ。わかります。僕実際そうです。そうだからね、はい、あのまずいぞと、はいはい、痩せろとおめえに言われたくないよってそうですよね。そうですよ絶対言われたくないじゃん日本で一番俺に言われたくないだろ、痩せろってお前だよって言われるから、はいはい、だけど、まあ、一応ね気遣って、お前はもともと細かったんだと、はい、うちのエースだったんだと、はい、痩せた方がいいぞとね、高校の時のアルバムの写真をね、はい、引っ張り出してきたらやっぱ細いわけですよ。あそうかそうか、そうですよね。だからこの子ねガタイがいいから、はい、なんかあのシュッとしてるってわけではないんだけど、うん、それでも分かるぐらい細いのよ、はい、もう今と見比べて写真送ったよね。あこの並べた写真、並べた写真をね、並べた写真送ったら、はい、あーまずいなと思ったけど、はい、高校の時の写真と今の俺の写真送られてきて変わらんなと思ってい
いいことですけどね。いいことなんだけどね。変わってないってことはね。変わってないことはいいことなのかな、どうなのか分からんけど、あの変わらんなってあの返信が返ってきた時にはこいつとは一生友達なんだなと思ってね、はいはい、いやでも実際動くのが好きだなっていうエピソード僕も思ってて、あの僕もちょっとあの今言った通りちょっと体重がねあの増えてきちゃってたんですよ。だからあのヒートトレーニングっつって、あのこう前は燃焼するためのトレーニングとかあるんですね。有酸素と無酸素、まあ、心臓をちょっと負担かけながら痩せていくみたいなそういうトレーニングがあって僕もやってるんですよ。でそれをあの同じコーラスグループ超人くんに教えてもらってあのやり始めたんですね僕も、うん、である日ですよ、ちょっとなんかいろいろあってこうイベントがまた流れちゃったっていう時に、なんかちょっとモチベーション下がるねみたいな話をしてたんですね、あの LINE かなんかでね。そしたらあの超人くんが今からトレーニングするけど行きますかっつって、実際ねマツコさん行きましたよね。行った行った、ね、あれ実際やっぱ一緒にやってやるんです、うん、あれきついじゃないですか。僕もやってるから分かるんですけど、しこたまきついあれ、ね、ましてあのやり慣れてる人とやるわけだから、はい、そのペースでやるんですか。やっぱりそのペースで、で翌日体重計乗ったりとかするするする。どうです実際。あのね、3キロぐらい実は痩せたのよ、はい、あれからね一応ちょっと気つけてて、はいはい、でやったからにはというかもうそろそろ本格的にやばいなっていうことになって気つけてて、はいはい、徐々に落ちてはきてるのよ、はいはい、ただ僕からの3キロってあなたからたちからする3グラムぐらいと一緒だから、いやそれは言い過ぎっす。じゃあマジで3グラム100分の1ぐらい、うん、それぐらいの割合だからさ、はいはい、俺の体型から3キロはまあ秒で減るのよ。秒で減る、もう水飲まなかったら減るんじゃないかっていうくらい減るから、水抜きってやつあんま変わんないのかなと思うけど、でもそれでも減ったから、はいはい、すげえんだなと思ってるんだけど、まあ、バチクソきついよねあれね。いやあれはきついっす本当に。きついきつい。あの実際ね、なんかここでトレーニングの話するのもあれですけど、マジできついっすよ、うん、あれ本当にきつい。なんかねもうまずこのセットメニューするじゃないですか。1セット目で心臓バクバクするじゃないですか。バクバクだね。でインターバル僕10秒取ってるんですけど、はいはいはい、10秒取って、でまた2本目やるじゃないですか。でさ足はまだ上がるんですよ。4本目ぐらいからもう飛べなくなるんですよね。なんかバーピー運動っていうのをやったりするんですけど、なんかこう腕立てみたいな体勢になって、あの膝をこう 1,2 ってこう曲げて動かしてみたい、ジャンプしてっていうのを繰り返すっていうのを僕はあのやるんですね。10回の今6セットやってるんですけど、それをやっていくんですけども、どん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 足がね本当上がらなくなっていくんですけど、だからそれってマジできついじゃないですか。それをもうやってるんですか今実際。やってる。あそうなんですね。やってるやってる。僕それこそちょっと体重増えたからだと思うんですけど、膝ちょっとね痛いなってあるんですよ。大丈夫ですか膝。大丈夫。すごいですね。あのね一回ね測ってもらったことがあるのよ、はい、筋肉量というとか、はいはい、骨のやつね、はい、俺あの骨の硬さが異常らしくて。あそうなんだ、うん、じゃあもうそうなるべくして生まれてきたみたいならしい。はいはい。てかなんなら骨が重たいって可能性ありますよね。もうなんかあるらしくて、はい、君は、はい、あのシュッとはならないって言われたなんか怖い診断ですね。なんかそれ、うん、もう骨が太いから、はい、基本的な骨が太いから骨格が太いから、はい、君はどう頑張っても大栗旬みたいな体型にはならんと。そもそも大栗旬って身長タッパもあるからね、まあ、あれなんだけど例えね、例えね、そんな体型にはならんと、はい、ただなんていうのちょっとがたい人みたいな感じにはなるから、はい、88とか、はい、以下にはしないでって言われた。あ体重をってことですね、うん、基本的にもう体が動かせなくなるというか、はい、体力すぐなくなるから、はい、それぐらいを目指してねって言われた。あ適正体重が88とかぐらいだと思うって言われた。へえ。じゃあもうとりあえず今は88を目指しながら少しずつ少しずつね、はいはい、何年かかるかな。いやいいじゃないですか別に、うん、肉巻きおにぎりをやめれば減るんじゃないか今も食べてるんですか肉巻き。食べてないよもう一応ね一応気使ってさ気使って食べてきてるのよ一応。今は焼肉ですよね。そうね焼肉行ったらあの大盛りライスが2杯だったものが今はね大盛りライスが1杯になりましたから。そうですね。そう1杯になったから今度はこれが中盛りになって、はいはいはい、小盛りになって、なるほど、おいおいなくなっていこうかなと、はい、今コメントでね、あれはきついけど効きそう、ベスト体重ですねっていうのが来てるので、うん、じゃあ我々も無理なくね。そう無理なくベスト体重を目指してながら。そうそうそう、ね、20歳ぐらいだったらね若干無理できたけど、うん、そうそう無理なの で食事に関しては幸いにも最近よく話してるのがあのカルビが食べれなくなったよねって話してるので。ああなりましたねなりましたね。ハラミの方が美味しく感じるようになったよねっていう。あもうね
油よりもっていう。そう、別にねお店がどうのこうのっていうわけではないんですけども、はい、某ね有名なお弁当屋さんでね、はい、カルビ弁当が出てるわけですよ最近からね。なるほど。昔だったらもうこれが美味しくてたまらん、油ぎっしゅでね、はい、ご飯を食べ終わった後にあのカップにつく油ね、はい、うわたまんねえなと思ってたんですけどね、もう無理ですね今ね。今はね1枚ですよね。1枚でいいかな、まず一切れ食べてちょっとビール飲んだら、うん、ちょっとこっからもうちょっと別のやつ行こう、ね、そうだね。あ、ビール飲むのは良くないですね、うん、今気づいたけど、あかん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 よ、ビールはダメ、お酒飲むのがねダメダメダメ、飲みすぎないよ。そう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 。でもなんか結構お酒も飲まれるイメージだったりするんですけど、最近はそんなに、ね、飲む時に飲む。あ、なるほど。だから頻繁に飲まないとはいはい、ダメみたいな感じでは一切なくて、はい、ああなるほどね、うん、はいはい、定期的にちょっと定期的にじゃあビートロックで集まりますみんなで飲もうぜ、はい、イエーイとかだったら多分しこたま飲むんだと思う。はあ、なるほどなるほど。でもそれ以外だったら別に飲まなくてもどうにでもなる人だから。あ、そうなんですね、うん、水で酔えるっていう。あ、なるほど。雰囲気というか雰囲気で水で酔えるっていう自負があるので。あ、それすごいですね、うん、いやめちゃくちゃいいですね。だから別にお酒は好きよ、はい、飲むのは好きなんだけど、うん、変な話飲む場というかみんなでいる場が好きみたいなところは若干あるから、いらないっちゃいらないんだよね、はい、なるほど。まあ取り上げられたって大丈夫だよっていう感じなんですね、うん、取り上げられたら全然問題ない、はい、だから2日前かな、うん、に今日は飲むぞって言ってお家出てきて、はい、で目的地についていろいろ話をして、はい、その間に飲む気が一切なくなってきて僕はどこのお店にも寄らず、はい、人と会って帰るっていう。あ、そうなんですか、うん、やっぱいいやって帰ったから。いや、それすごいですね。これなんだろうなと思ったんだけど、はいはい、いやマジでなんだろうじゃないですか、うん、本当になんだろうなと思ったけど、やっぱいらない、そんなに必要がないんだと思う、お酒っていうものが、はいはい、すげえな。僕一回宅飲みしようとしてちょっとグラス欲しいなっつってダイソンにグラス買いに行って迷ってたんですよ。迷っててこれちょっとないなと思って別のお店行ってる間に酒買うの忘れたってことありました、うん、バカじゃんいやいやそれはそもそもの話じゃないのかそういうのは結構ありました。結局その後しかも友達から誘われたんで結局友達と飲んだって結構前の話ですけど、ね、そうか。でもビートロックで飲んだら荒れそうっすよね。絶対荒れるだろうな結構ねあれなんですよ、はい、飲める人多いですよね。多いね最近の、まあ、これ僕の持論ですけど結構みんなその音楽やってる方って飲まない人増えたんですよ。お酒とかタバコもやんないしお酒も飲まないで、はい、打ち上げやりましょうとかって言うと、はい、あ、ごめんなさいちょっとお家帰りますって言って、はい、あ、どうしたんですか、何するんですかって言ったらゲームしますっていうことも結構多くて、だからそれでねお酒飲む人あんまいないなと思ってたんですけど、たまたまそのビートルクのメンバーほぼほぼみんな飲めるっていう、うん、でもしくは飲めなくても飲む環境には全然いけるよみたいな人ばっかりなんで、まあね、もう介護してもらう気満々なんですよ、もし飲むってなったら。唯一は介護できるじゃない、はいはい、私介護無理じゃん確かに確かにそう、ね、だから節度を持ってね、うんうん、飲みはすると思うんだが、はい、ただ残念なことに、うん、俺が言うのもなんだけどうちのメンバー土地狂ってるじゃんみんな。そうなんですよね、テンションがちょっとね、はい、だってお酒なくてもあれですもんね、うん、それこそこういうこの番組で話せないようなこと結構話してますね。いっぱい話してますね。しかも真顔で話してて、真顔で話してますからね、それ僕なのがちょっと立ち悪いんだけど割と喋っちゃってるみんなですけど、だってさ、うん、まあ別にいいんだけどほら、はい、女性メンバーもいるわけじゃん。そうなんです、ね、堂々と入ってきますからねうちの女性メンバーね。そう別にそんなねいやらしい気持ちがあるわけでは一切ないんだけども、そうですね、多分ココさん来たら多分引くと思います。引くと思います多分それぐらい のわけわからんことずっとしてるんで。そう、うん、誰かがね何かをやり始めるとみんながそれに乗っかって終わらなくなるんですよ、うん、ちらそうアメトークであるじゃないですか、はい、コント芸人みたいなのあるんですか、はい、ノリで、はい、誰かが勝手に歌い出すと誰かが勝手に歌い出して練習しない曲なのにずっと歌って終わるみたいなこと結構ありますからね。結構ある。もうそういうばっかの、うん、もう変なコントとかスタートさせたらね本当1時間ぐらいザラにやってるんじゃないかと思うからね。だから変なくだりいっぱいありますからね。いっぱいあるいっぱいあるいっぱいある、うん、超人くんとかでもなんか急に僕を見つめてきて急にウィンクするっていう謎のくだりとかありますからそれお酒飲んでない。飲んでない。飲んでない。ドシラフです。なんなら水しか飲んでないぐらい。本当にみんな一応歌うから真面目にお水とかね、はい、そういうのを持ってきて常温の水とか飲んでるんだけど。そうそう。テンションだけ酒の飲む。お水に見えて日本酒ってわけではないんですよ、ね。ないんですねこれがね。そう逆にそういうくだりもあって僕が水飲んでたら焼酎おいしいとかって超人がまた聞いてくるみたいなそんなのもあるんで。
ちょっと変なやつらです、はい、変なやつらの集まりなんですからね変なやつらがあの拘束されてるっていう意味でビートロックちげえわちげえわやめてくれ本当に、まあ、ロックされてるんだ、ロックされてるただねはいやろうかって言った時には急になんかテンション変わってね、はい、そう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 パーンってやり始めて、あの切り替えはねちゃんとしてる、切り替えは一応ちゃんとしてるんだけどね、そうそうそう、そんなね、オンオフがプロフェッショナルですね。ああ、ちょっとまとめに入ってますかもしれないな、かもしれないよ。今いいところ見つけたね、ここだと思ってバーンだから今いやでもでも全然あれですね、なんかこう話が尽きないので、うん、ちょっとね、うん、ココさんから見てマツコさんのイメージと、はい、まあ、最初のイメージですよ、はい、初めて会った時のイメージ、はい、まあ、見てた時のイメージかな、はい、と今のイメージで結構変わったんじゃないですか。いやそうです、まあの、はい、ツイッターを、あー、はいはいはい、見させてもらってたんですけど、はい、マツコさんってあすごい一人で、はい、楽しめる人なんだろうなって思ってたんですけど、それ多分ブライダルの司会のあれですよ、研修で培われた、はい、そうですね、はい、昇級試験で、はい、培われたっていうのもあると思うんですけど、そ、ね、はい、その、まあ、一人でも楽しめる方なんだろうなって思ってたんですけど、はい、実際にお会いしてお話しすると、すごいお話が面白くて、はいはい、もう一人ではなくて周りも、はい、こう巻き込んで、面白く楽しめくしてくれる方なんだなと、はい、完全にあれですよ、ブライダル司会としての能力を全部言ってますね。言ってますね、今ね、今ですね、今なんか買ってあげたくなりましたね。褒められたらなんか買ってあげたくなる。やっぱ肉巻きおにぎりじゃん。肉巻きおにぎりとか言いながら収録前コンボおにぎりが好きだったね。つばらさないでもらっていいかな。はい、時間ですかね。時間ですか。はい、CM いきます。はい、お願いします、はい、お願いします。はい、はい、エンディングになりましたけれどもですね、またちょっと前奏弾いてましたね、マツコさんね。弾いてましたね、大好きなんですよこの曲の前奏 ね。しかもチラッと映像の時にちょっと見せてましたよね最初の方で。そうそうそう、先週わかんねえって言われたからさちょっとやっとこうかなと思ってただもう言わなかったおっさんが目つぶってこんなって言われて気持ち悪いだけじゃん誰だろうみたいな、ね、誰だこいつって話になるからねいやということでね、まあ、2週に連続でね来ていただきましたけども、はい、いやいかがでした、ラジオ久々だったんですよねラジオね、そうだね、久々だったね、はい、いやそんな風には思えないぐらい喋れてました、ね、来る時には喋れるかな喋れるかなと思って不安しかなかったんだけどね大丈夫だったみたい。なんかツイッターで人見知りだとか言ってたけど全然じゃないです大丈夫だったみたいむしろ僕の1本目の時の方が喋れてなかった一応大丈夫だったみたい全然ね。でそしてココさんもね、はい、先ほどもちょっと聞きましたけども、はい、またゲスト会今週からもうずっと、はい、あ先週からかずっと続いてきますけど、うんうん、はい、どうですココさん、なんかここから意気込みみたいあります、はい、マツコさんからスタートしてますからゲスト。そうですね、はい、もっとこの聞くだけじゃなくて、うん、自分からもっと喋らないといけないなって思いましたいや今回だけだと思います多分こんなことになるのは多分今回だけね、もうね、正式な謝罪会見をしたいと思います私本当にもうそうですよ、多分パッと見てなんでお前ら楽屋のトークしてるんだよ多分途中から思ってる方いらっしゃると思うんで本当にただただね、普通の会話を公共の電波に乗せちゃってますから ね、カルビが食べれなくなったとかどうでもいいしかもそれ振ったの僕だから俺が肉巻きおにぎりが好きだどうでもいいいやまあでもぜひ本当にねめちゃくちゃ、うん、多分笑いが絶えない収録になったので、うん、よかったよかった、ぜひまたね、あ、ぜひ来ていただければなと、そうですね、思っておりますので、今度はちょっとなんか司会さんダブルとか
って、マツコさんと別の司会の方とか、はいはいはい、呼ばせていただけたらなと思ってます。あのちょっとですね、あのマッキーさんのどっからラジオっていう番組で、はいはい、あのちょっとね、あのぜひ呼んでくれとラブコールしている方もいらっしゃったので、その時はその方と一緒にちょっと出ていただければなと思っております。怖いな、怖いな。その名もショコルルさんなんですけど。ああ、なるほどね。はい、ちょっとね、僕が YouTube の動画撮ったくせに上げてないっていうことに対してのクレームはね、本当に申し訳ないですっていうこともあるんですけど、ぜひね、なんかできたらまた一緒にとかね。ああ、でもね、ショコルルとはね、一応ね、うん、相方と言っていいのかあれだけども、はい、2回、3回。違うか、2、3回でもねえやな。1ヶ月半ずっと MC してたりもしたからね。はいはい、なんで、その時はぜひ、また2人出ていただいて、ああ、ぜひしていただければと思うんで、ぜひ。もう沖縄で一番組みやすいのは今、ショコルルだと思ってます。お、素晴らしいです。それはもう逆にね、こっちもね、はい、奥間ここもちょっといいバランスでいけるようにね、頑張っていきましょうということで。もう時間ないですよね、多分。いや、もう少し。あります。ありますか？よかった。ではマツコさん、もし告知とかあれば。告知、はい、あったんだけどね、まあ、コロナのせいで全部なくなっちゃったんだけども、あのイベント自体もね、はい、中止じゃなくて延期ということにはなっているので、うん、はい、レジェンドスポーツヒローズさん、はい、で縁日、はい、イベントに、うん、我々ビートロックも出演させていただけて、うん、で僕も司会で入らせていただけるとか、はい、そういうお話も断ち切れてはないので、そうですね、ちょっとね、その時にね向けて我々もちょっと練習して、もっといい形で見せれるようになっていったイベント告知はしますので、ぜひ皆様見に来てくださいというところですかね。そうですね、ちょっと我々が舞台で羽ばたいてる姿をね、そうですね、見ていただきたい、はい、舞台上ではこんなではありません、うん、ということでね、そうです、バサバサと翼を羽ばたかせてこれ伏線なんで、皆さん覚えていてください、はい、そうですね、だいぶ伏線ですということで、はい、今週のはい、ここ終了ですか、はい、終了です。では皆さん、はい、来週も一緒に始めていきましょう、はい、バイバイ。今朝松子さんでした。夢だって君に伝えることができる胸張って生きて